よーくイギリス国立鉄道博物館に展示されている腕儀式信号機鉄道信号機は鉄道の線路脇に設置されて前方の状況を運転士に伝える装置である信号機は運転士に列車が安全に進行できる速度を指示しまたは停止を指示する運転士は信号機の現時を確認してそれに従って運転を行う信号機は 下記の指示を現実する。指示は複数の組み合わせであることもある。信号機は下記のような場所に設置される。鉄道路線は通常、信号機が連続的に設置されて制御されている。伏線では通常、列車の進行方向が一方向に限定されるため、信号機の向きも一方向に向けて設置される。単線並列の区間では、 両方の線路に双方向に信号機が設置される。側線や留置線、車両基地、操車場内での列車は、信号機で制御されないが、車両基地や操車場と本線の出入り線などは、制御されることが多い。イギリスの腕儀式信号機、従属信号機付きフィンランドのマホース駅西側にある、遠方信号機。その先の信号機が停止であることを現示している。 後方の列車は駅を出発する急行81列車。現時とは信号機の見た目、表示状況であり、指示とは現時が意味する内容を指す。日本ではルートシグナルとスピードシグナルを兼ねて現時するのに対し、アメリカでは信号機の指示に慣習的な名前が付けられており、例えばミディアムアプローチとは中くらいの速度を超えずに前進して、 次の信号機での停止に備えるという意味である。歴史的に鉄道事業者によりそれぞれ異なった意味が同じ現氏に対して与えられているため合併によって誕生した現代の鉄道事業者では地域ごとに信号現氏の解釈規則が異なることも珍しくない。色統式の信号機において格闘家の色が全体の透過組み合わせに包含されているという点は 重要である。例えば、アメリカにおいては、信仰源氏として、赤の10の上に、緑の10を表示するものが多い。この場合、赤の10は停止源氏を意味するのではなく、源氏の組み合わせ要素であるに過ぎない。10が消灯している場合など、源氏が完全に表示されていない場合には、表示されているものから推測し得る、最も制限の厳しい指示と受け取られる。 信号機は設置されている位置から先の区間において列車の動きを制御する。また前方に設置されている信号機の状態に関する情報を伝える。信号機は前方の分岐器や線路の区間を防護すると呼ばれる。前方のという言葉はしばしば誤解を招くため、公式には外方内方という言葉が用いられる。 列車が信号機によって停止しているとき、その列車は信号機の外方におり、信号機によって防護されている区間が内方である。信号機には絶対信号機と許容信号機の区別がある。絶対信号機では停止源時が出ているときにはそこから前進することは許されないが、許容信号機では停止源時が出ていても、手前で一定時間停止した後、 低速で前進することが許されている。さらに、許容信号機の中には、勾配信号機として指定されるものがあり、この場合は停止現時でも列車は、実際に停止せずに、いつでも停止できる程度の速度に落としてそのまま、前進することが許される。これは、重量貨物列車など、上り勾配区間で一度停止してしまうと再発進が、 困難な列車に対応するために設けられている規定である。連動装置によって制御されている信号機は一般的に絶対信号機であり、在線状況によって自動的に現時が変化するような信号機は一般的に許容信号機である。運転手はどの信号機が自動的に現時変化するものであるかに注意を払う必要がある。イギリスでは そのような信号機には黒い水平線を引いた白い四角の板が取り付けられている。そしてそのような信号機で停止現時に遭遇した場合、列車無線や信号機に備えられている電話で信号機でと連絡を取ることができなければ運転士の権限で先へ進むことができる。しかしながら連動装置で制御されている。 信号機や順自動変化の信号機では、運転士だけの判断で進行することはできない。自動車の信号機と違い、表示は運転士のためだけに言っている場合がある。このため、編成が長い列車の場合、乗客や外から見ている人には、信号無視に見えるが異常ではない。閉塞されるため先頭車両が通過すると、その編成が残っていても赤信号となる。 この赤信号は次の編成のための信号である。信号機は、現時の表示方法と、線路に対する設置方法で分類できる。ポーランド、校舎セナーにある、腕儀式信号機、イギリスの腕儀式信号機、かつてのイギリス国鉄サウスリージョンのもの最も古い、形の信号機では、現時は、信号機の一部分が、物理的に動くことで行われた。最初期のものは、 運転手から見えるように整体して向けるか、運転手から実質的に見えないように線路に並行して向けるか、回転させることのできるボードであった。腕着式信号機は1840年代にジョセフ・スティーブンスによって特許が取得された。すぐに広範囲で使われる機械式信号機となっている。夜間に列車を運転できるようにするために、信号機にはライトが備えられている。 通常は常に点灯しているオイルランプとその前で動作する色付きレンズの組み合わせで外から見た光の色を変えられるようにしている。このため運転手は昼間の現時と夜間の現時を組み合わせて覚える必要がある。腕儀式信号機の腕は異なる角度に回転する腕と色付きレンズによって構成されている。通常は これらの二つの部品が一つに構成されて一緒に回転するが、例えば、ソマーサルと信号機のように腕の中央部分を支点に回転するようになっていて、レンズと腕が分離している方式の信号機もある。腕着が水平に突き出している状態が最も制限的な源氏に対応し、それ以外の角度になっているときは、より制限のない源氏を意味している。腕着式信号機には、 下動作式のものと上動作式のものがある。制限が少ない原子になるにつれて、下動作式では腕が下に回転し、上動作式では腕が上に回転する。どちらの方式でも2原子、または3原子を用途に応じて表示できる。アメリカの信号機では腕が下に下がった状態が進行である。インドでは真横に腕が出ている状態を台、台上か、 下に回転している状態を、ドゥーと呼んでいる。色や腕の形を信号機の種類や表示できる、現時の種類に応じて変えることは、一般的に行われている。よく見られる方式は、赤い方形の腕を場内信号機に、黄色い魚尾状の腕を遠方信号機に用いるもので、ある。3番目の種類の、 遠方信号機とは逆側に矢印状の腕を出した信号機もあって一旦停止した後制限速度で進行という源氏に用いられることがある。初期には腕儀式信号機はリンク機構により制御されていた。信号庫機所にテコが設置されておりテコからリンク機構によりつながっている分岐器と信号機を動かしていた。 また電動機や油圧によって駆動されるものもある。信号機はフェールセーフに設計されており、駆動する動力が失われたり、リンク機構が破損したりすると、重力により腕が水平の位置に移動するようになっている。下動作式の信号機では、この動作を実現するためには、カウンターウェイトが必要であり、 上動作式の信号機の方が広まる理由となっていた。機械的な信号機は、色等式信号機に置き換えられたり、場合によっては路側に信号機を必要としない、信号システムに置き換えられたりして、次第に消滅しつつある。緑の灯火は、安全側の現氏とすることが、一般的であるものの、歴史的にそうであったわけではない。鉄道の信号の歴史のごく初期では、 進行に白が、停止に、赤が使用されており、当初は、緑は注意の源氏であった。しかしながら、自覚法の使用が中止された時に緑は用いられなく、なった。緑は、その後白の進行源氏を置き換えるようになった。これは、停止源氏であるはずの赤のライトの色付きレンズが、破損すると、運転士に白であると誤解させる恐れがあったためである。 木が注意に使用されるようになったのは、コーニング社が、緑や赤の色合いを含まない完全な木のガラスを、発明してからのことである。イギリスネットワークレールの二元字式色等信号機、停止源子になっている電球の導入によって、日中でも十分視認できる明るさの色のついた、光を出すことができるようになり、多くの鉄道事業者で、色等式信号機への移行が行われた。 頭部は信号機の源氏を行う部分で多数の源氏を行う。信号機では一つの信号機で複数の頭部を持っていることもある。信号システムによっては単一の頭部に補助透過を組み合わせることで基本源氏からの意味の変化を持たせることもある。色等式信号機には二つの形態がある。よく用いられている形態は複数透過式のもので電球とレンズが 交通信号機のようにそれぞれの色別に分離している。通常、ひさしがそれぞれの透火に取り付けられて外部から日光が差し込んで現地を誤解させることを防いでいる。また、色付きのフレネルレンズが使われて光を集中させるようになっている。ただし、反射材は日光を反射させて誤認を招くため普通は使わない。透火は垂直に並べられるか 三角形に配置され、通常は緑が一番上、赤が一番下に配置される。三原子以上の信号機では、色の組み合わせ表示のために、複数の頭部を持っていることもある。サーチライト式信号機も、あまり一般的ではないが用いられている。各頭部に一つだけ電球があり、それの井戸により色付きレンズが、電球の前に動かされて、原子を行う。 この方式では日光により色を誤認する恐れがないのでレンズと反射材を一緒に使用する。まさしく表示するには慎重な調整が必要である。三元字以上の表示には複数透化式と同様に複数の頭部を使うことが多い。サーチライト式信号機は機械装置にとって条件の悪い場所に可動部を使わなければならないという短所があり。 定期的なメンテナンスが必要となる。イギリスで現在でもサーチライト式信号機が用いられている場所としては、コルチェスター・クラクトン線が挙げられる。この方式の変形として、セーフトランシステムズ社のユニレンズがある。ユニレンズでは、3つまたは4つのハロゲンランプと反射材が組み合わされ、カラーフィルターから光ファイバーを通り、レンズの焦点でひとまとめにされている。 これにより従来型のサーチライト信号機の仕組みでは不可能であった単一の頭部で4つの異なる色を出すことができるようになった。さらに高輝度の発光ダイオードが出現したことにより1995年1月に発生した阪神・淡路大震災の復旧には電球、レンズ、反射材の組み合わせの代わりに大阪駅神戸駅間で LED 信号機が 実用化された。LED はよりムラのない光を出し、低消費電力で10年以上にも及ぶ長い寿命を持っており、長期的なコスト削減につながる。一つの透過用の穴に様々な色の LED を設置して、どの色でも出せるようにするということも行われており、それゆえに現代のサーチライト式信号機とも呼ばれている。多くの色灯式信号システムでは、電球や、 気候の故障を検知する回路を備えており、故障した際に現時をより制限的なものに切り替えるようになっている。接近表示式の信号機では、列車が実際に接近してくるまで点灯しない。これは、複数の信号機が設置されている場所で、どの信号機を視認すればよいか、確実にするとともに、電球の寿命を伸ばすために行われている。イギリスでは、 ほとんどのフィラメント方式の色と信号機で2本のフィラメントを使用している。メインのフィラメントが切れると自動的に予備のフィラメントが使われるとともにメインのフィラメントが切れたことが技術者に通知され電球の交換の手配が行われる。両方のフィラメントが切れると消灯するが信号呼気書にいる信号呼気でにも通知される。信号機の現時方式は国によって 大きく異なり、同じ国の中でも、鉄道会社によって大きく異なることさえあるが、典型的な源氏は以下の通りである。色等式信号機で、機械式信号機の夜間のライトと同じ源氏を使用している、鉄道会社もある。信号機の二重化も、腕着式信号機の時代に習って採用されていることがある。二組のライトが点灯しており、 上のライトがその信号機の源氏を、下のライトが次の信号機の源氏を中継している。下に小さなランプを併設していることがあり、これは徐行を継続する指示である。二重信号機は以下のような指示を表す。等列式信号機は等価の色ではなく位置で意味を表す信号機である。点灯しているすべて同じ色の等価のパターンで原子が、 構成され、進路表示などに用いられる。直進進路は、明示的に表示されない場合もある。地上付近に設置される、信号機では、水平に2つの灯火が点灯した時に停止を、斜め45度に2つの灯火が点灯した時に、進行を意味している。灯火は、白が標準であるが、停止の灯火の一つを赤にすることもある。多くの国で、 小さな等列式信号機は入れ替え信号機として使われ、主信号機には色等式信号機を用いている。多くの路面電車でも、等列式信号機は用いられている。文字表示式信号表示器文字表示式の信号表示機は、色等式信号機の横や上、下などに設置され、あるいは地表の信号機に併設されて、進路の情報を表示するために用いられる。 古いものでは、文字や数字を、背後からライトで照らすものを小さな箱に収めており、現代のものでは、LED のドットマトリックス方式や、光ファイバー式のディスプレイを使って、文字や数字を表示している。例えば数字の2が表示されていれば、2番ホームに到着するということを示すような用途に使われている。ペンシルバニア鉄道では、上動作式の腕儀式信号機の腕の位置に、 対応して、10日は横3列であった。三元寺で不足するときは、複数の頭部を用いた。ペンシルバニア鉄道は、透列式信号機を、腕着式信号機を置き換えるために採用することを決めた。これは、可動部の除去とともに、悪天効果でも見やすい強烈な琥珀色の光を、使えることが理由であった。当初の透列式信号機は、 腕儀式信号機の非対称な腕の動作に由来して非対称な4列であったが後に対称な3列に変更された3列の信号機はフィラデルフィアとパオリカンの本線に1915年の電化と同時に導入された初期の信号機は後のものと比べてどうかが破壊石のような黒い金属の基板の前に分離式で設置されていたという点が違っており 後に、現代の基盤と投下が一体化されたものになった。ノーフォークウェスタン鉄道でもペンシルバニア鉄道と同じ方式の等列式信号機が導入された。これは、ペンシルバニア鉄道が33%の株を持っていたことと関係する。さらに、ロングアイランド鉄道もペンシルバニア鉄道に完全に買収された後等列式信号機を導入した。 ペンシルバニア鉄道のペンセントラル、トランスポーテーションへの合併後、停止信号の視認性改善のためにすべて琥珀色の、等列式信号機は赤いレンズのものに置き換えられた。ノーフォークウェスタン鉄道でも1950年代から置き換え始め、アムトラックは引き継いだ。等列式信号機を1980年代から、すべて色倒式へ更新する工事を始めている。 色と配列の両方を組み合わせた信号システムは、1920年代に、ボルチモアハイオ鉄道によって開発され、後に参加に入った、シカゴアルトン鉄道でも導入された。このシステムは当初、その当時ボルチモアハイオ鉄道の子会社で、後にメトロポリタントランスポーテーションオーソリティにより、運営される高速通勤路線となった、スタテンアイランド鉄道で、 試験的に導入された CPL と呼ばれるこのシステムは中央に円形の頭部があり腕儀式信号機の腕の位置を模擬した二つの色等の組み合わせが点灯する緑が縦位置、木が右上がりの斜め位置赤が横位置に点灯する右下がりの斜め方向に白の点灯ができるものもあるこの円形の頭部の周りに 最大6つのオービタルと呼ばれる等価が、時計でいう、12時方向、2時方向、4時方向、6時方向、8時方向、10時方向に配置されている。メインの色等配列は閉塞の開通状況を示し、緑が2セクション、木は1セクションの開通を示し、赤か白は開通区間なしを示す。オービタルは許容速度を示し、 12時の位置の点灯が認可最高速度、順位速度が制限されて消灯が再原則を表す。このシステムは北、アメリカで最も理論的に信頼できる信号システムである。北、アメリカで赤の灯過を停止源時に使っているのはこのシステムだけである。また、地上に設置する信号機と主信号機とで同じ源時方式を使用している。 唯一のシステムでもある。明確さと視認性の高さという利点があるものの、設置とメンテナンスに多額のコストがかかるため、他の鉄道会社には普及せず、CSX トランスポーテーションも1990年代から徐々に色等式信号機への置き換えを進めている。しかしながら2006年現在でも、CSX の赤ん線では、まだまとまった数の、 この方式の信号機を見ることができる。2005年にスタテンアイランド鉄道が信号システムを更新した時には、またはこのシステムを更新して利用し続けることを決めている。ノーフォークウェスタン鉄道とアムトラックでは、すべて琥珀色の等列信号機から色等式信号機に置き換えたものを使っている。このシステムはアムトラックでは、ポジションカラーライトと呼ばれているが、 ボルチモアドハイオ鉄道の CPL と混同されるべきではなく、色透過された配列信号機とでも呼ばれるべきものである。蒸気機関車の運転台から見た、イギリスの腕儀式信号機の門刑指示物ロッソクの信号機は対応する線路のそばに適切に設置される必要がある。単線区間では通常信号柱を立ててその上に腕儀式信号機、 または、色灯式信号機の頭部を設置する。これは、遠距離からでも視認しやすいようにするためである。信号機は、通常、線路の運転士が乗務する側に立てる。複数の線路が並走していたり、信号柱を立てるスペースがなかったりする場合には、信号柱以外の形態が検討される。伏線区間では、一つの信号柱にブラケットを、 取り付けて二つの信号機を設置する場合があり、この場合左側の信号機が左側の線路に、右側の信号機が右側の線路に対応している。より多数の線路がある場合は、門系指示物と呼ばれる、線路を横断するように設置されたビームに設置される、形態が用いられる。信号機は対応する線路の上に位置するビームに設置される。オランダ。 ユトレヒト中央駅の地上設置信号機信号柱や門系指示物を設置するスペースのない場合には信号機を地上に設置する場合がある。そのような信号機は通常より小さく作られていることがある。地下鉄ではスペース上の問題によりこの形式がよく用いられる。場合によってはそれ以外の構造物に信号機を取り付けることがある。例えば、 線路脇の溶壁や線路を横断する橋の一部、ホームの屋根、電化区間では電化用のビームなどに取り付けられる。当初は、信号機は、単純に進行と停止の指示をしていた。交通量が増加するにつれて、これだけでは、不十分となり、様々な改善が加えられた。改善の一例としては、中継信号機の導入が挙げられる。中継信号機は、 その先の信号機で止まる必要があるかどうか運転士にあらかじめ伝達する。列車は停止信号が見えるようになった時点ではもう信号機までに止まることができる距離を過ぎていることが多いので中継信号機を導入することにより高速化が可能となった。信号機は当初それぞれに直接接続されたテコで制御されていた。後にテコは集約されて バイヤやリンク機構により制御するようになった。この信号テコは、信号コキ所と呼ばれる場所に集約されることが普通で、機械的な連動装置により開通している、分岐器と矛盾する、信号減時が行われることを防ぐ仕組みも用いられるようになった。後に、自動信号が導入されると、軌道回路を設置して、列車の在線を検知し、それによって、自動的に、 信号源氏を変化させるようになった。イギリスの高速鉄道線では、4源氏信号機を使うことが標準である。停止源氏の一つ手前の信号機は注意源氏であり、さらにその手前の信号機は、予備注意源氏となっている。停止源氏の信号機を、某進むする危険は常に存在するため、イギリスでは、現在2種類の自動列車保安装置が使用されている。 AWS は電磁石と永久磁石の組み合わせで動くシステムで信号機の外方200ヤード付近に設置され電磁石には信号機が進行源時の時だけ電圧が加圧されそれ以外の信号源時であったり信号が故障していたりするときは電圧は加圧されない車上装置は磁石を検出すると進行源時の時にはベルを鳴らし それ以外の現時の時にはクラクションが鳴らされて数秒以内に運転手が AWS リセットボタンを押さなければ自動的に非常ブレーキが作動する。TPWS は合流点や終端点、向上的な速度制限を防護するために使用されるシステムである。二つの地上紙を軌道内に設置し、最初の地上紙が車上紙に軌道の信号を送り、 2番目の地上紙が車上紙にトリガーを送る。TPWS 車上紙は軌道の信号からトリガーまで一定時間が経過していなければ非常ブレーキを作動させる。TPWS の軌道とトリガーの地上紙はしばしば同じ場所に設置して合流点への信号を棒進むなどを非常停止させるためにも用いられている。また、停止現時の信号機に接近する時点で 一定の距離で20マイル毎時の速度制限をかけ、さらに信号機のところで、非常ブレーキを動作させるためにも用いられる。車両によっては、車内信号装置を備えている。この方式では、車上の装置にライトを点灯させて、信号源地を示す。車内信号装置のみを使用している路線もあれば、路側信号機の保管として、 車内信号装置を使用しているところもある。車内信号装置は、現在在線している、閉塞区間の状況を表示する場合と、次の閉塞区間の状況を表示する場合がある。高速鉄道路線では特に車内信号方式が有効である。地上信号機のない区間では、閉塞区間の境界を示すために標識が設置されることがある。 1830年にリバプールマンチェスター鉄道が世界で初めての実用的な鉄道として開通した時にはまだ信号機は備えられていなかった。鉄道は馬車の馬を蒸気機関車に置き換えられたものとして捉えられており馬車の延長でしか考えられていなかったからである。蒸気機関車の機関士は自分の注意力だけに頼って列車を運転していた。 鉄道網が伸び列車の高速化が進むと、単に注意力だけに頼っていては、列車の安全を確保することができなくなってきた。このため、警察官出身者を雇って、駅構内や線路敷地内の警備に当たらせるとともに、列車に対して手信号で指示を伝えるようになった。当初は列車を止める必要がある時にだけ身振りで、情報を伝えていたが、 やがて明示的に進行と停止を表す動作が制定されて用いられるようになった。この係員は、ポリスメンや、オフィサーなどと呼ばれていた。その後、先行列車への追突を防止するために、自覚法の考えが登場した。線路沿いに一定間隔で、オフィサーが配置され、列車が自分の配置位置を通過してからの時間を計測する。先行列車が通過してから、 あまりに短い時間間隔で、続行列車が通過しようとすると、手信号で、続行列車に、停止や助行を指示することで、先行列車との間隔を空けることになっていた。さらに、手旗を用いるように改善され、夜間はランプを用いて合図するようになった。当時はまだ時計も一般に普及していなかったので、砂時計を用いて、間隔を計測していた。 多くの鉄道では、先行列車通過後5分間は、続行列車に停止の指示を、さらに5分間は助行の指示を送り、10分を過ぎると進行の指示を出すようにしていた。この方式では、先行列車が、オフィサーの配置されている場所の中間に故障などで、停車してしまうと、たとえ十分な時間間隔を置いて、続行列車が進入してきたとしても、 追突の危険が発生する。本来は、次のオフィサーの配置位置を、先行列車が通過したことを確認してから、続行列車に対して、侵入を許可すべきであるが、電信や電話などの列車より高速に情報を伝達できる手段はまだ発明されていなかったため、このような方策が取られることになった。方形版信号機ボール信号機オフィサーは、 鉄道敷地内の治安維持の仕事もあり、常時持ち場についていられるわけではなかった。このため、オフィサーの配置位置に列車が近づくと、機関士はオフィサーがどこにいるかを探してて信号を読み取らなければならなかった。これらの問題を解消するために、1834年にリバプールマンチェスター鉄道で初めての鉄道信号機が登場した。これは自覚法において、 オフィサーが行うて信号の代わりをするものであった。赤い方形の板が棒の先に取り付けられており、列車に対して正対する方向に向けられている時が停止、線路に平行に向けられて列車から赤い板が見えない状態になっている時が進行であった。オフィサーは先行列車が通過してから5分間はこの信号機を列車に正対する向きにしておき、 それを過ぎると線路に平行に向けることで、常時オフィサーが線路脇に立っていなくても、先行列車との時間間隔を伝達できるようになった。グレートウェスタン鉄道では1837年にボール信号機を導入した。これは赤いボールをワイヤーで柱の上から吊るし、操作ハンドルを回して、その位置を操作するものである。 ボールを高い位置に上げている時が進行で、地上に下ろしている時が停止である。ボールが高い位置にある状態をハイボールと称し、鉄道係員の間では、進行、サーイコーといった意味を表す言葉となった。また、アルコール飲料のハイボールの語源になったとも言われている。アメリカでは、さらにこの信号機の動作状況を、隣の駅から望遠鏡を使って監視し、 電気通信によらずに先行列車の通過状況を確認して列車間隔を確保する方式に発展した。これは自動信号が登場する前の時点では画期的なアイデアであった。グレートウェスタン鉄道ではさらに1840年11月に円盤方形板信号機を導入した。これは方形板信号機が停止指示の時にだけ。 赤い板が見える仕組みであったものに対して進行も明示的に表示できるように改良したもので進行の時に白い円盤が停止の時に黒い方形板がそれぞれ列車に対して生態するように向けられた後に白は背景と見間違いやすいため赤に変えられた方形盤信号機では赤い板を見落とすと信号無視になってしまうが円盤方形盤信号機では 赤い円盤を明確に見つけなければ進行できないことになったのでより安全になった。これにより信号機の指示が見えないときは停止という現在の鉄道信号機でも用いられている考えが初めて適用されるようになった。この信号機はブリストルポート鉄道では1907年まで用いられていた記録がある。博物館 明治村の両腕信号機腕儀式信号機は18世紀末から遠距離通信の手段として用いられるようになっていた腕儀通信にヒントを得て長方形の着色した板を用いて現地を表すものとして1841年に登場したまずロンドンクロイドーム鉄道のニュークロス駅に設置され1842年にはロンドンブライトン鉄道でも普及した 当初は、腕木は、信号柱の中に収納することができるようになっており、その状態が進行で、直角に腕木を出している状態が、停止源時であった。しかし、進行源時であることを明確に示す必要があった、ことや着雪などで収納できない自由が発生した、ことから、後に斜め45度が進行に改められた。また、夜間の10日は、当初は、 白で進行を表していたが、停止の赤のレンズが破損した時に白になってしまうことや、沿線の民家などの明かりを誤認してしまうことから、緑が用いられるようになった。ロンドンクロイドーム鉄道では、当時の能力の低かったブレーキ力を補うために1846年に遠方信号機を導入した。これは、駅の本来の信号機より手前にもう一つの、 信号機を設置して、本来の信号機を中継するものであった。当初は、遠方信号機が、注意現時の時には一旦停止し、徐行して、本信号機の位置まで前進していたが、後に徐行して、通過に改められた。グレートウェスタン鉄道でも1852年に、円盤方形板信号機を遠方信号機として、導入した。これは、 本信号機の腕儀式信号機と明確に区別できるようにしたためである。しかし、やがて腕儀式信号機の腕儀末端を魚備型にしたり V 字型にしたりといった形で遠方信号機と本来の信号機を区別するようになっていった。当初は信号機は駅の停止位置に設置されているわけではなく、プラットホームの中央付近に信号柱を立てて、 それに双方向の腕着を取り付けており、両腕信号機と呼ばれていた。機関士は、隣接線路に支障しない位置であれば、任意の位置に列車を止めることができた。現在でも博物館、明治村に、両腕信号機が保存されている。1830年代から、電信技術が発達し、次第に実用的な長距離通信手段として、利用できるようになりつつあった。 1841年6月30日に完成したグレートウェスタン鉄道のボックストンネルでは上り勾配のため追突事故が多発し、これに対処するために1847年12月1日から電信を利用し始めた。トンネルの両側にオフィサーを配置し、列車がトンネルに侵入すると入り口の円盤方形板信号機を 停止源時に変え、出口のオフィサーから列車がトンネルを通過したことを、電信で連絡を受けて、再び進行源時に変えていた。これにより、列車間隔を時間ではなく距離で確保することができるようになった。1851年からは、サウスイースタン鉄道のロンドンドーバー間で、電信による閉塞が登場した。これにより、鉄道の安全は大幅に向上したが、 信号機の操作は依然として手動であったので、信号扱いでがミスをすると事故の原因となった。現代の鉄道信号機の多くは自動信号機となっている。これは閉塞や連動装置、列車の現在位置などの状況に応じて人間の手を介さずに自動的に信号源自を表示できるもので、これによって格段に安全性が向上している。 ありがとうございます。